レセラフィム宮脇桜が別人級激変。黒髪パッツンへそ出しイケイケ金煙にファン沸騰。韓国の人気ガールズグループエルイースセラフィム、ルセラフィムの桜こと宮脇桜。25日1日までにインスタグラムを更新。イメチェンした金煙を公開し、多くの反響が寄せられている。一つ前の投稿まで。 透明感のあるブルーグレーカラーが印象的なゆるふわヘアの金鋭をアップしていた桜。だが、この旅の投稿では一点、黒髪を眉毛の上でまっすぐに切り揃えたパッツンストレートヘアにチェンジ。ピンクを基調とした派手めのメイク色付きサングラスに加え、刺激的なへそ出しのブラトップ姿も相まって、大胆かつファンキーな仕上がりとなっている。 クールな世界観にぴったりのフォトジェニックな姿に、ファンからは、えぐいってーイケイケやん。一瞬、誰ってなるけど、あなたの大きなお目おどり字でわかる、黒髪パッツン、い、e、い。超絶かわいい。とても綺麗です、ウィッグかな久々の黒髪最高に似合う、ゴージャスなど、好意的な反応が相次いでいる。 昨年は精力的に日本の番組に出演し、順調にお茶の間の知名度を上げてきたエルイースセラフィーム。間もなく予定されているサードミニアルバム e ージーを引っさげたカムバックでは、一体どんな姿を見せてくれるのだろうか